もう漁民は私もはっきり言ってある風評とか言ってるけど、風評じゃなくて実害ですよ。だからもうあんなことになったらもう絶対福島のもう漁業はもちろん壊滅だし、それだけじゃない、だって海流でね水って回ってるわけじゃないですか。今それこそ中国とか韓国とかね、世界にだって出ていってるわけでしょ。だから私はもうね、福島の漁民のだけ、もちろん漁民が一番ひどい目に遭ってるんだけど、福島の漁民だけじゃない、日本の漁民全体の漁民だから全部嘘だったってことですよね。理解しないで進めないって言ったわけでしょ、ところが理解してもらうってことしか言わないわけじゃないですか。もう約束なんか全部嘘だったわけですよね。